神官たちの動きが気になる。悪いが、俺は別行動を取らせてもらうぜ。うん、神殿の中は入り組んでおる。ルピルピ、一緒について行ってやりなさい。この嫌味なキザ男とですか。なんだとこいつ。じいさん、俺は一人でも大丈夫だ。こんな女は帰って足手まといだぜ。そう言うな。ルピルピもほら、日記に書くんじゃない。喧嘩するほど仲が悪いっていうことかな。なんだよ、誰もいねえじゃねえか。この神殿の封印の間にはいろいろな神官魔法を使う連中が多く存在しておる。気をつけねばならんぞ。でもガイさんとルピルピさんがまだ合流できてないよ。うん、そんなの関係ねえ。二人ぐらい足らなくても俺様が全部ぶっ倒してやるからよ。でもお兄ちゃん、お兄ちゃん、この人頭に虫でも飼ってんのかな。うるせえ、ごちゃごちゃ言う前に行動だ。おら、行くぞ。うらよくいらっしゃいました、大神官ヨハネ様。おっと、今はお尋ね者のただのクソジジイでしたね。愚かな権力の亡者ユダよ。せっかくの美女たちの食事中、お騒がせして申し訳ない。美女？美女ですって？相変わらず失礼な男ですね、あなたは。この嫉妬深いことで誉れを受けるユダ様が女なんかを相手にするはずないでしょ。彼らはれっきとした可愛い男性たちよ。そんなことより、わざわざ私が用意して差し上げた鎧の資格は気に入ってもらえましたか。彼女はかわいそうな人でね、自分のお師匠様が捕まった後もずっと一人で研究を続けてましてね、とうとうその研究の犠牲となって自ら邪道騎士の鎧を着てしまったらしいんですよ。しかもそのせいで彼女は鎧に生命力を奪われて、今では余命幾ばくもないんですって。ひょっとしてあなた最初から知ってらしたんじゃありません？彼女の着た邪道騎士の鎧やここにある大邪神の鎧が着た者の生き血を奪う呪われた鎧だってこと。せっかく彼女があなたの身を案じて何度も研究を止めようとしたのに、そんなかわいそうな彼女の話をあなたは聞こうともしなかったそうじゃありませんか。当時は私も随分彼女の相談に乗ってあげたものです。おやおや、お見受けしたところ彼女の姿が見えないようですが。ああ、まさかあなたたち、そんな彼女殺しちゃったんですか。よまいごともいい加減にせい。貴様もかつてはわしの弟子として大邪神の鎧を研究していた研究者だったはず。ならばその鎧に秘められた力の真の意味がお主にならわかるはずじゃ。そしてわしはついにこの鎧の封印を解き明かす糸口を得たのだ。悪いが、大邪神の鎧は是が非でも渡してもらうぞ。誰があなたなんかに。私はあなたの側近だった頃からあなたのことが妬ましくて仕方がなかったんです。人から妬まれることはそいつの能力が優れている何よりの証。あなた、
いつでも人々から妬まれるこの町の支配者で、誰からも羨望の熱い眼差しで見つめられていた。天草、あなたにはあなたのために自分の命さえ犠牲にする女までいるなんて。私はこの町の支配者としての地位が欲しかっただけよ。そのためにわざわざあなたに近づいて、鎧の研究をネタにあなたを監獄送りにしてあげましたのに、あなたは今まで気がつかなかったんですか？知っていたとも。ユダよ、お前は昔から自分よりも強くて人望のある者を妬まずにはいられない、そこの浅い男じゃからな。わしには分かっておったのだ。お主のこともルピルピの辛い気持ちも。だからこそ自らの意志であえて今まであの牢獄に入っておったのじゃ。どちらにしてもおしまいですね。いくらあなた方でもこの人数には。待ちなさい。あなたはルピルピ、生きていた上に私を裏切ったんですか？黙って聞いてれば勝手なことばっか言って。私がいつあんたの仲間になったっていうのよ、このオカマ野郎。悔しい。だから本物の女は大嫌いだって言うんです。それでは可愛い愛人の皆さん、やってしまってちょうだい。
お主も先ほどのユダとの会話聞いておったであろう。